コンの攻撃、コットンのマキシマムバーストどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。重大告知です。レッドリーグ始まります。レッドリーグとは私リュウ実況チャンネル主催の遊戯王マスターデュエルコミュニティ大会でございます。レジェンドアンソロジールールを元にしたオリジナルレギュレーションによる大会となっております。開催日時2023年4月の2日日曜日19時から、対戦回数最大8回デュエルすることになると思います。予選は4回戦スイートロー方式、決勝は予選上位者16名によるトーナメント方式シングルエリミネーションとなっております。以前公式イベントとして行われたレジェンドアンソロジーのルールを元にしたレギュレーションでございまして、基本的にはリミットレギュレーションはレジェンドアンソロジーのリミットレギュレーションプラスして、こちらの5枚のカードを追加で禁止とさせていただいております。大会当日は大会の様子を YouTube で生配信をいたします。大会商品あります。ぜひふるってご参加いただければなと思ってます。商品詳細はご覧の通りとなっております。大会用公式 Twitter も作成をいたしました。情報の発信はそこから行いますので、ぜひフォローをよろしくお願いいたします。リンク概要欄に貼ってあります。スポンサー企業様の紹介です。今回レッドリーグをスポンサードいただく企業様4社ご紹介させていただきます。コンプ株式会社様、関連食やエナジードリンクなど様々な食品の企画販売を行っている企業様です。タマケーブルネットワーク株式会社様、東京都内のケーブルテレビ局様です。 e スポーツサプリメント EI 様、 e スポーツ向けのサプリメントを企画販売されている企業様です。シクサス様、アウトドア製品の企画販売をされている企業様です。今回はこの4社の企業様からスポンサードをいただきまして、この大会開催の運びとなりました。本当にありがとうございます。リミットレギュレーションの確認方法です。以前マスターデュエルにて開催されたレジェンドアンソロジールールを元にしておりますが、そのレジェンドアンソロジーレギュレーションが現在ゲーム内から確認ができないと、コナミ氏がねレギュレーションを消してしまいましたんで、レギュレーションがゲーム内から確認できません。レギュレーションの確認はですね、おすすめのサイトがありまして、ぜひアップメディア様のサイト、とても分かりやすく編集していただいているので概要欄に掲載してありますので、よかったらご確認ください。サイト使用についてはアップメディア様より許可をいただいております。ありがとうございます。大会へのエントリーについて、エントリー受付はこちらトーナメルを利用させていただきたいと思っております。本日よりエントリー開始です。エントリー URL は概要欄に貼ってあります。 Twitter でも確認ができます。詳細はトーナメルの大会概要欄にも記載してありますので、ぜひこちらご一読いただきましてご確認をいただければなというふうに思っております。エントリー時にデッキ提出をしていただく必要があります。デッキ提出は遊戯王ニューロンのデッキレシピのリンクかデッキコードを、提出してもらう、または遊戯王 OCG 公式カードデータベースから提出していただくんですけれども、デッキレシピの共有方法の説明を簡単にしておきたいというふうに思っています。遊戯王 OCG 公式カードデータベースではですね、マイデッキこちらから、まあ、提出していただくことになると思うんですけども、デッキを作っていただいたらですね、編集していただいて、ここの、デッキの公開非公開というね、この部分ですね、ここの部分を必ず公開にするようにしてください。非公開だとちょっとこちらが見れないので、公開にしていただいて、あとこの辺はまあ適当にいじってもらって、公開して提出していただくと。で、提出方法なんですが、保存していただくとデッキのレシピの URL が完成しますので、この URL ですね、これをまあコピーしていただいて、トラメルのエントリーの時に貼っていただくと、リンクを貼っていただくという方法と、それから遊戯王ニューロンを使用していただく方法もございます。遊戯王ニューロン、まあ、主にスマホですね、スマホ使ってらっしゃる方は、遊戯王ニューロン開いていただいて、このデッキのところから、マイデッキに行くと、で、保存してあるデッキを、まあ、とりあえず、確認をいただきまして、でデッキコードですね、デッキコードを、まあ、発行していただいて、でこのデッキコード発行していただいたものをクリップボードにコピーして、でこれをトラメルのエントリー時に貼っていただければ、こちらでデッキ確認できるようになりますので、こちらの方法から、デッキ提出をお願いいたします。デッキチェック用スプレッドシートの配布、
今回の大会なんですが、レギュレーションがとても独特となってますんで、レギュレーション違反しているかしていないかの確認がとても大変になってます。で、自分のデッキが今回のレギュレーションを守っているかどうか自分でチェックできるようなツール、こちらを配布させていただきたいというふうに思ってます。概要欄にダウンロードリンク貼っておくんですが、こちらの Google スプレッドシート、こちらが表示されると思います。これをファイルから Google スプレッドシートとして保存をしていただきまして、そうすると使えるようになるんですね。そこでまずですね、遊戯王 OCG 公式カードデータベースのデッキ、言っていただきまして、自分の使いたいデッキを、表示すると。で、ここでテキスト表示にしてください。で、テキスト表示にした後にモンスターカードから、サイドデッキのところまでこれを全部コピーしていただきまして、先ほどのチェックシートに戻っていただいて、で、チェックシート1、こちらのモンスターカードのところに、そのまんまコピーをしてください。そうすると、リミット判定がされまして、あの左側の方にですね、このリミット NG とか出るようになってます。例えば増殖する G、ウサギ、ウララ、この辺全部使えませんし、カスパール、ドックトル、ザキット、この辺も全部使えませんというこの NG が出るようになってますんで、もしね、あの自分のデッキがリミットレギュレーション守ってるか不安になりましたら、このチェックシートをぜひご活用いただきましてチェックしていただければというふうに思ってます。以上です。皆さんにやっていただくことは4つ、大会用 Twitter をフォローしていただくこと、そして大会用デッキの作成をしていただくこと、そして大会にエントリーをしていただくこと、そして当日楽しんでデュエルをしていただくこととなっております。ぜひたくさんの方のエントリーを心よりお待ちしております。それでは4月の2日お会いしましょう。